あ、夕げにするぞ。やるな。さて、伊織、今日はどうするつもりだ？まずは水道橋の武家屋敷に向かう。助之進が言っていただろう。由井小説の私塾の門弟が一人奉公していると。ふむ、門弟から私塾の場所を聞き出すか。悪くはない悪くはないが。どうした？御徒町の一件が引っかかる。あれがもし由井の仕業なのだとすれば、由井が幕府を通じて連中を動かし私たちを襲わせたとは考えられないか？なるほど。我が慶眼に瞠目したな、より。では事の葉を尽くして褒めるがいい。許すぞ。セイバー、幕府が何かがわかるのだな。てっきり知らないものと。イオリ、君、さては私をバカにしているな。幕府など当然知っている。あれだ、当代の朝廷の別名なのだろう。いや、違う。惜しいといえば惜しいが、違う。幕府とは、武家の統領である将軍が朝廷から託された祭りごとを執り行うため開いたものだ。何？はあ、朝廷が祭りごとを。そういうこともあるのか。だが光玉に聞いた時は確かに。じいさん、適当にも程があるだろう。しかし小説と幕府か、それについてはありえぬ話ではない。奴は幕府に身を置くものだ。小説が幕府重臣に義の存在を伝え幕府を動かしているとしても妙ではない。そうだろう。その場合でも無論幕府の一部のはずだ。幕府全てが敵となれば江戸に居所などなく、四半時もせずに俺は捕らえられ、切腹なしの打ち首になる。そういうものか。ああ、幕府の一部が小説の配下か。あり得る話だ。確かにそうだが、いや、うん。ん？何が引っかかるのだ？いや、確たる何かはないのだが、己が手を汚さず人を陥れるやり口、いささか奴には似合わない。そう思えるだけだ。なるほど、それが君の。ん？いや、いい。君が何を考え、どう戦おうと君の勝手だ。だが、あまり私の足を引っ張らないでほしいものだ。ああ。それでより、江戸の中で特に幕府の要はどこだ？用地ならば数あるが、そうだな。上野あたりはどうだ？上野。江戸にとっての鬼門にあたり、邪や魔を払うべく寛永寺が建てられている。用地、特に霊的なそれとしては相当の格だろう。確か浅草より少し西の一帯だったな。では今日はそこにも行こう。待て、話が見えない。なぜ上野にまで足を運ぶ？出方を見たい。
仮に幕府がすでに敵であるならば、用地に出向く我らをむざむざ放ってはおくまい。上の行きは挑発、あるいは石膏と移るはずということか。いささか強引な論法だが筋は通る。では上野へも足を向けてみるか。さてそうと決まれば。待てセイバー。なんだまだ何かあるのか。幕府の一部が小説に力を貸していたとして、貴殿は彼らを手にかけるのか。当たり前だ。御徒町で言ったはずだ、市政の者をいたずらに殺めるなと。それは人の道に反する行いだ。どうにもならん状況はある。その時は咎めない。だが留意はしてもらいたい。頼む。伊織は難しいな。嫌だとここで言えばレイジを使うのだろう。やれやれだセイバー。分かった分かった。幕府連中に相対しても命は奪わん。だからレイジはもっと前向きに使え。なるべくそうするよ。水道橋、はたまた上野、いずれに足を向けるべきか。気をつけよ、伊織。水道橋の方角よりただならぬ気配が寄ってくる。昨夜の怪異と同類か。似た魔力を感じるが。真っ昼間からもののけか。手早く打ち払わねば町に害が及ぶ。待て待て、昨夜の苦戦を忘れたか。霊脈に接続して対処せよ。おお、霊脈云々があったな。ここで試すか。はあ、はあ、君はあれだな、まじないを本文にするのはやめた方がいいな。かもしれん。霊脈につなぐとしよう。しかし霊地、霊脈をかように用いるとは。当世の術は面白いな。そういうものか。さてあとは周辺の奨励地を抑えて。敵の気配があるぞ。上のとやらの方角か。もし幕府のものなら挑発にもってこいだ。一気に蹴散らしてやろう。相手がただ人であれ油断はするでないぞ。霊地の魔力、霊地力を活用せよ。さあ、伊織、霊脈に接続するのじゃ。奨励地の魔力が流れ込んでくる。うん、そうして霊地の力を蓄えるのじゃ。次の奨励地にも遠く向かうがよいぞ。
倒してみせます。つまらない。押し切る。死の方、相手が悪かったな。ようやったのより、連中尻尾を巻いて逃げおったわい。これだけの魔力があるのだ、あの程度の相手に負けるものか。まあそうだな、セイバーの言う通りだろう。先に進むぞ、つまずいているいともはない。まだ敵はいるぞ。あれは放っておいてよいのか。そうじゃな、幸いまだ距離がある。あちらに戻ってはここまで来た意味がないぞ。リーチからのつながりを断たれる前に素早く目的を果たせばよいのじゃ。敵がリーチを抑えるのにもそれなりの時はかかるか。わかった、ならば早々に済ませよう。上野か。今までと比べ空気が澄んでいるような。霊的な用地というのもうなずける。では早速人暴れと行くか。より、待て待て、昼日中に騒ぎを起こすのは悪手だ。セイバーがここにいるだけで十分な挑発になろう。ふむ、まあサーヴァントは魔力の塊だからな。では目抜き通りを練り歩くとする。ついてこい、より。待てセイバー、一人で動くんじゃない。また迷子になりそうだ、見失わないようにせねば。より、こっちだ。この匂いは。あちらにあるのは何だ。そちらは。いらっしゃい。また来ておくれよ。セイバー、おい
セイバー。目を離すとこれだ。なあ、ジョーちゃん、こんなとこで寝ちゃ風邪ひくぜ。そうだそうだ、俺ほっとけねえよ。まさか。お嬢ちゃん、本当にそこで寝るつもりかい？だったらうちにおいで、止めてあげるから。いやいや、うちに。うちなら美味しい飯もたらふく食わせてやれるぜ。一体何の騒ぎだ？銭なしどもの家など彼女にはふさわしくない。さあ、固い地面などでなく我が家でお休みを。お気持ちは嬉しいけれど心配なさらないで。私はここで寝て家宝を待ちたいのです。家宝？ほら、家宝は寝て待てと申しますでしょ。私探しているものがあって。けれど私には寝床がありませんから、ここで寝て家宝を待つことにしましたの。そんなに欲しいものがあるってんなら何か見繕ってやるからさ。とにかく、あなた様のお気持ちは嬉しいのですけれど、そうやすやすと手に入るものではありませんの。いや待て、待ってくれ。さすがに勘違いも甚だしいだろう。家宝は寝て待てとは、寝ていれば幸運が勝手に転がり込んでくるという意味ではない。うん、おい、そうでしたの。私の勘違いだったなんて。この女人、人をからかって遊んでいるのか、それとも狐に化かされでもしたか。あの、とっても凛々しいお侍様、一つお聞きしてもよろしくって。悪いが、今は連れを待たせているのだが。寂しいことをおっしゃらないで。大丈夫、すぐに済みますから。私ね、この町で、いいえ、この世で一等美しいものを探していますの。一等美しいもの？イオリ、何をグズグズしている。珍しいものでもあったのか。この気配はおそらく、おい、イオリ、その目は節穴か。セイバー？マスターならすぐに気づけ。そこのもの、さ。何事だ？みんな逃げろ！お侍様が、お侍様が化け物を引き連れてきやがった！はあ？化け物だって？なにバカなこと言ってやがる。あいつ酒の飲みすぎでおかしくなっちまったか。おそらく敵だ。予想が当たったと見える。そこのものは襲ってこないならまあいい。行くぞ、ヨリ。セイバー、貴殿はここを動くな。すぐにこちらで片付ける。あ、待ってくださいまし。私も。うまく誘い込めたな。しかし連中のうつろな様は以前とまるで同じだ。つまりはこれもユイの差し金か。
術を用いて再び襲い来るとは。ユイと幕府、よほど我らが目に触るようだな。うん、行くぞ、ヨリ。奴らに目にもの見せてやろう。水の流れのごとくもらった。揺るがぬ血のごとく。セイバー、待っていろ。宮本伊織だ。いや、そうではなく、ここは危うい。離れていろ。伊織様、伊織様、伊織様。ちゃんと思いましたわ。私はライダー、上野に紐付けられたはぐれでございますけれど、ライダーなんてつまらない名前ではなくて、私のことは本当の名前で。何をのんびり話している。ヨリ、新手が来る。ああ、せっかくの王政を阻むだなんて、なんてひどい方々なのでしょう。ねえ、伊織様、ここは
私の力をお使いくださいまし。これは二人で力を合わせ、あの方々にお帰りいただきましょう。なるほど、助力感謝する。これはダメじゃな。魔力の残滓をたどろうにも肝心要の術者が痕跡をほとんど残しとらん。連中を操っていた相手は分からずじまいと。残滓を消していく程度には手だれの術者であるとは分かったが、幕府や結衣に関わりがあるかは分からない。歯がゆいな。挑発の策は失敗か。どうあれ今は深追いはやめておこう。それから貴殿が手を貸してくれるとはな。感謝する、ライダー。そんなの必要ありませんわ。私は私のために戦っただけ。それにライダーとなんてつまらない呼び方はなさらないで、イオリ様。私のことはたまもアリアと、いいえ、アリアと呼んでくださいませ。ずいぶんと気に入られているようだな、イオリ。どうした、戦いの最中魅了の手でもかけたのか。ほほほ、罪な男じゃの。ま、彼女の好みには物申したいところじゃが。二人とも。私ね、美しいものが大好きなの。キラキラした宝石も、情念のこもった絵画も、夕暮れの海も、愛し合う人たちも、今日のお空も、みんな私のものにしてしまいたい。ですから私は欲しくなりました、イオリ様のことが。あ、あ、すまないが、貴殿が何を言っているのかさっぱりわからん。美しいというならセイバーの剣の技だ、俺ではないよ。それに俺に女人と寄り添う解消はない。士官もままならん未熟の身だ。そうですの、残念ですけれど無理強いはいけませんわね。じゃあ代わりに私とお友達になってくださらないかしら。友人？それくらいなら構わないかな。うん、引っかかることがなくもないが、はぐれの英霊と遊戯を結べるのはまあそう悪いことではないだろう。本当ですの？嬉しい。これから二人でもっといいことをして、もっと仲良くなりましょうね、イオリ様。なんとも艶のある話だ。カヤが聞いたらどんな顔をするだろうな。ひと事だと思って。まあいい、そのなんだ、いずれ頼りにすることもあるかもしれない。
その時は力を貸してほしい、ライダー。もう日和様ったら、アーリアですわ。次はちゃんとそう呼んでくださいましね。運があるな、ユリ。ユイの手がかりは得られなかったが、はぐれの友を得られたのは喜ぶべきだぞ。まったく大した運だ。そうだな、そういうことにしておこう。次は水道橋の武家屋敷に行くか。これまでとは比べ物にならない魔力。上野も浅草や吉原と同じく莫大な魔力のたまった霊地であるからな。この力があれば小霊地の掌握などたやすく進むであろう。残るは水道橋だが、その前にあの怪異だ。霊地の魔力はたっぷりだぞ。あんなものはたやすく撃てる。まあ待て、あれを見よ。やつらのおる小霊地とつながる霊脈の流れよ。魔力の流れ、水道橋までつながっているな。その通り、やつらは霊脈を通じて魔力を得てある。ということはつまり、流れを断てば消え失せるか。そうありえぬ話でもない。やってみるがよい。水道橋と怪異どもの間にある小霊地だな。よし、わかった、行こう。そちらに用は。消えた。やるな、おじいさん。わしの思った通りじゃ。奴らは霊地の魔力を吸って姿を保っておる。魔力のつながりさえ立てば力は弱まり、運算無償するというものよ。霊地を奪われ力を失う、それはもしや俺たちにも起こりうることでは。しかり、小霊地のつながりを断たれれば魔力を失い弱体化する。体制を立て直すことになろう。高尾が言っていたな、霊地の争奪戦とは。ああ、敵の動きに目を配らねばな。あれは、なしに寄ってみたが、この店はうまいな。いつの間に食い気が盛んだな、セイバー。見事な立ち回りじゃな。敵の這い出る隙間もないぞ。
これ以上時をかけるのはまずいぞ。あれが九段の武家屋敷か。さて、小説の門下生はどこだ。見ろより、あちらに人だかりがある。さては出店か。どうかな。まあ様子を見に行くか。何かあったか。近頃人情沙汰があったみたいでね。お改めとかで通るべからずだってさ。参ったな。この先に用があるのだが。そりゃ災難だね。明日あたり出直しちゃどうだい。ふん、どうしたものか。引き返すか。義が関わっているやもしれん。屋敷への抜け道を探すぞ。来たの。なあ、こたびもペロリといけたぞ。またいつでも来とくれ。背に腹は変えられん。ここを通るぞ。忍び働き再びだな。おお、怪異か。ならば切ろ。水の流れのごとく。道を通るのがうまいな、イオリ。剣士よりも忍びが向いている。そうかもな。なあ、イオリ。屋根の上を行けばよいのではないか。夜なら、あるいはな。昼は目立つ。メスっと扱いのお縄だ。ちゅう、楽しそう。分かった。
度が悪いぞ。しっかり手当てしておけ。悲しいな。ういやつめ。裏からカンヌキがかかっている。別の道を探すか。何をほうけている？とく中に入るぞ。この門は内から施錠されている。諦めて別の道を。なんだそうか。では開けてこよう。これでよかろう。さあ行くぞ。まあ人目につかなければな。よしよし。よしよし。かの者キルベス。ええ、そこをどけ。奴らの様子、いささか。いや、考えるのは切り抜けた後だ。セイバー任せろ。
今のうちに傷を癒せ。死ぬぞ。無駄だ。避けるなよ。屋敷はすぐそこだ。ここが九段の武家屋敷か。そのはずだ。ようやく着いたな。襲ってきた連中は皆御家人、幕府帰下の侍たちだ。ふむ、幕府の者か。ならば、こやつらも結納。おい！ん？貴殿は？あんたらだよな、御家人連中を乗したのは。いや助かった。やつら力ずくで屋敷に踏み入ろうとしてたからよ。どうしたもんかと焦ったが。待て、連中。この屋敷のものを狙っていたのか。え？あんたら知らねえのか。ここの主が辻斬りと疑われちまって。辻斬り？貴殿、すまないが、その話詳しく聞かせてくれないか。いや、一昨日の早朝だったが、屋敷の外がやけに騒がしいから、なんだと思って出てみたらよ、旗本とその家人やらが10人近く道の底かしこにやられて転がってたんだ。一部始終を覗き見てたやつ曰く、下手人はなんだか古めかしい鎧武者だって話さ。古めかしい鎧武者、ライダーか。やれ怨霊の仕業だ、やれ落ち武者のたたりだって、もう大騒ぎよ。で結局どこかの辻斬りの仕業ってことでこの話はおしまいになったはずだったんだが、何を思ったがお上と来たら、この屋敷の主が下手人だと決めつけちまった。10人の侍を一度に相手取れるようなやつはこの屋敷には一人もいねえって散々訴えたが、何を言おうとお上は聞く耳持たずよ。でとうとう目付配下の御家人連中が主をひっ捕らえに来て。俺たちがこれを退けたと。そういうこった。俺は一応剣の腕を買われた身だからよ。こりゃどうなることかと肝を冷やしたが、あんたらのおかげで助かった。この屋敷を追い出されずに済みそうだぜ。また浪人に逆戻りなんぞしちまった日には小説先生に面目が立たねえからよ。小説先生？ふむ、では君は由井小説の門弟か？おう、そうだが、なんだ、あんたら小説先生に用があんのか。より。ああ、実はかねてより小説殿の講ずる軍学に強い関心を抱いていてな、いつか小説殿の私塾にて直にご指導を賜りたいと思っていた。しかし今に至るまで肝心の塾の場所が分からずじまいでな、いかにしてお目通り願ったものかと頭を抱えていたのだが。なんだ、それなら話は早いや。もちろん知ってるぜ。小説先生の塾は長光堂つってな、神田にあるんだ。途上してねえ日はほぼ確実にいるはずさ。そうか、
すまない、恩に着る。こっちは首の皮繋いでもらってんだ。この程度恩返しにもなりゃしねえさ。かたじけない。では我らはこれにて。おう、こっちこそありがとうな。神田の長江堂か。巷で人気の軍学塾があるとは噂に聞いたが、まさか由井小説の塾だったとは。なんだ、長江堂までは知っていたのか。それならもっとすぐ気づけ。いや、まさか幼稚の下手人が。かの高名な塾の主とは思わないだろう。無茶を言うな、無茶を。言い訳。しかし、とんだ回り道をさせられたな。神田はここからすぐだが。さあ行くぞ、ユリ。いよいよユイに一泡吹かせてやろう。いや、一度長屋へ戻る。ん？万全を期しておきたい。いささか気力精力を費やしすぎた。セイバーには魔力不足と言うべきか。悪いが、俺がこうではそちらも万全では戦えまい。サーヴァントだからな、まったく。戦働きにおいては休息を惜しむべからずだ。まあな、せいてはことを子孫じるとも言う。弱いイオリのために一旦戻るとするか。仕方ない。待つのじゃイオリ。浅草に戻る前にやるべきことがある。なんだ。繋いだリーチだ。そのまま放っておけばわしらの本拠までの道筋を明かすようなもの。本拠へ戻る際は霊脈への接続を断ち、一旦奨励地を眠らせておくとよいぞ。なるほど、道理だな。こうか。こんなものだろう。うん、これでよい。リーチから得られたものもあろう。工房を強化できるか。長屋へ戻るぞ。さて、浅草は変わりないな。ひとまず。で、どうだったんだい、新しくできた店は。あそこはな、なんというか強烈だったよ。確かに品揃えはなかなかのもんだったが、いや、あの凄まじさは実際見ないとわからねえ。気になるならお前も問屋街へ見に行きな。問屋街に新しい店？そんな様子はなかったが。聞いたな、聞いたので行ってみよう、イオリ。セイバー。なんだ、君は気にならないのか。私は大いに気になった。まあ気にならないわけではないが。ならば特見に行こう。何か掘り出し物があるかもしれんぞ。止めても無駄だな。仕方ない、問屋街に行くか。